内徳です。よろしくお願いします。ゆうなぎサンセット17回目ですか。すごいですね。真山さんとあれですわ、真鍋かおりとあれをした吉井和也ファンで、つながりましてですね、お世話になったんですけども、まあ、今日は非常にがっつり歌いたい気分ではあるんですけども、ちょっと喉の方をですね、あれしてしまいまして、で病院の方から今日までちょっと歌うのはあれしてほしいということで、ちょっと残念ながら僕は歌わないんですけれども、その代わり今日の出演者はですね、顔なじみの人ばかりなので、その人たちに代わりに僕の代表曲をいっぱい歌ってもらおうということになりましてですね、まず1曲目ですね、ありがとうございます。まず1曲目、この爽やかな曲をこの人が歌うかっていう感じの やりたいと思います。ではお願いします。Thank you.
ーさんで登場します。いつも何かを隠している。いつも針を知ってるか。悲しみをした男の子。雨が降ったら行っちゃった。遠いところまで行っちゃった。子供のふりをして隠している。リスの針を貫いた悲しい事件があったこと、街のみんなを知っている。口にしないだけさ。雨が降ったら消えてゆく。どこへ向かうか誰も知らない。身を切るような雨の中、僕は過去の人になる。今を生きておくれ。過去に潜っても寂しいだけだろう。ありその目を開けてくれ。いつの針を知ってるか。とても可愛い男の子だけど少し変わってる。僕らがおかしいよ。なので主催者登場でございます。リスターハリーを貫いた悲しい事件があったこと、街のみんなを知っている。口にしないだけさ。雨が降ったら消えてゆく。どこへ向かうか誰も知らない。僕らおかしいような目で。イースターハリーを知ってるかい。どこへ行くかを言わないで。イースターハリーは気がつけばほら君の後ろに。
もあるがもっと些細なことだと思うんだ。そして前山由紀さん、咲田くんにしずちゃんでした。